ださいみんなにも見せてください。はい、さあほのかちゃん今度はトランプのこっちの裏側じゃないですよ、こっちの表側数字とマークが入ってるところにほのかって書いてください。はい、皆さんこれからほのかちゃんにはトランプに自分の名前を書いてもらいますからっていうことはこのトランプはもう世界に1枚しかないという証拠です。もちろんここにはないという証拠です。はい、じゃあ書いたらペンを返してください。書いたトランプをみんなにもう一度見せてください。はい、ほのかちゃんが書きました。バッチリ。じゃあほのかちゃんトランプを切っていきます。好きなところでストップ。じゃあこれをここに置いてください。はい、ほのかちゃんが書いたトランプですよ。はい、皆さんいいですね。ほのかちゃんが今ここで書きましたよ。これ大事ですよ。前もってほのかちゃんが書いたわけではございません。今書きました。これを、ちょっと混ぜます。はい、ちょっと混ぜます。はい、もうちょっと混ぜます。すごいでしょ、かっこいいでしょ。ほら、こんな感じでね、さっき言ったルービックリンね、なんというか、拍手が来るまでやった。さあ、今日はですね、またね、こちらに極利きらり仙台大変美味しいミネラルウォーターですね。さあ、もちろん未開封で中身は普通のミネラルウォーターです。先ほど、スタッフの方にいただきました。この、極利きらり仙台、このお茶に向かって、ほのかちゃんにはトラップを全部投げてもらいます。うまくいくと先ほど3位したトラップだけがこの辺にくっついちゃう、ね、いいですか。ちょっとベタベタして座ってみてほのかちゃん。お、ほのかちゃんかわいい。ほら爪ちゃんとマニキュア塗ってんの。皆さん拍手お願いします。かわいいね。誰に塗ってもらったの。ママ。あ、ママいいね。爪きれい。はい、じゃあほのかちゃんこのお茶に向かってトランプを全部投げて、一気にパーンと、全部まとめて、そうすると、まだ3つ数えた。あのね、生放送だとこういうハプニング。ただ、ほのかちゃんの分は何も打ち合わせなどしてないという証拠ですよ、これね。何かね、ほのかちゃんに桜みたいなことなのでこういうパブチューブ。あれ、サインしたトランプもない。あ、ごめんなさい、ほのかちゃん僕が投げてっていう前に投げたからちょっと不思議なことが起きたかもしれない。未開封のお茶ですよ。中に入っちゃった可能性がある。ほら、ほのかちゃんが今被災したトランプが未開封のお茶の中に拍手がないのは何でだろう。はい、じゃあほのかちゃんこれはね、マジシャンからプレゼントです。皆さんほのかちゃんに拍手お願いします。はい、気を足元気をつけてね。はい、ありがとうございますね。はい、じゃあですね、今日ね、時間も限られてますのでね、3時15分までなんですけどね、ウォーターマジックショーということでね、こちらにイリュージョンの道具を用意したんで、これはまあウォーターマジックとは関係ないですけどね、なかなか皆さんイリュージョンマジックっていうのを、見る機会がないと思う。人が消えたりね、浮いたりする。それをちょっとね、今日はね、皆さんのために、イリュージョンマジック一つ、ご用意しました。じゃあ音楽の方でいきます。